むかしむかしあるところ、奇妙なお客がやってきた。塩水あたった旅人は、角生えを持つものを見た。なんなんだ。異形たちに支配され、人間が絶滅の危機に瀕する世界。安息の地を目指し旅をする人間とゴーレムの親子がいた。壊れたパーツはないか。ソマリは物じゃないぞ。君はとっても優しいゴーレムなんだね。あんたたちはなんで旅をしているの？この世界にはもはや人間の居場所などありません。どこまで。私たち二人で組めば無敵なんだぜ。まあ、なんていい子なのかしら。気持ちをちゃんと伝えてあげる。それが親子ってものなんです。親子、あんたとずっと一緒にいたいってジョーちゃんの願い、裏切ることにならなきゃいいな。君に残された時間、あとどのくらい？私はあと301日で活動を停止する。私が異形だったらどうする？怪物とはお友達になれないんだよ。逃がすなよ、久々の人間だ。ただ私はあの笑顔を見続けたかったのだ。ソマリはお父さんとずっと一緒にいたいんだ。これは滅びゆく種族人間と森の番人ゴーレムの親子の絆を綴った旅の記録、ソマリと森の神様。